どうもショピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは日曜日の夜22時ぐらいからだいたいライブ放送っていうのをまあたまにやらせてもらってるんですけども、その中で、まあこんなことやってほしいことありますかみたいなリクエストをちょっとこう質問させていただくんですけど、その中で結構多かったのが料理動画やってほしいっていうものだったんです。僕もあなたもやっぱこう食欲の部分っていうのがこうどんどん刺激されたいんだなみたいな感じで思いましたので、まあ今回は料理動画にしたいと思います。まあただ単純にこう料理を作ってみましたっていうのだとちょっと面白みがないというか、料理って本当にこういろんな、まあ、あの下準備から含めたらもういろんな工程があるわけで、それをこう全部僕がやろうと思ったら、まあ、めんどくさいなということで、結構僕ズボラなんです。料理に関してはパパッと作ってパパッといただきたいっていう感じなので、それ考えたらもうこのジュースだっていうのはもう野菜切って入れてもうジュースになってそれをゴクって飲めば栄養たっぷりお腹いっぱいになれるわけですから、ズボラな僕にとってはもうこのジュースだっていうのは最強なんですけども、僕はその料理に関してはズボラだったりするので、まあ、今回もちょっとズボラな料理、ズボラ飯、時短料理みたいなことをちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあまずは今回使う食材を紹介していきます。まずはバターです。食塩が不使用なものを選ぶっていうのがちょっとポイントかなというふうに思います。で次に秋田小町を買いました。僕ちょっとズボラなのでこのやっぱもう無洗米っていうところにちょっと惹かれて買っちゃいました。で次に醤油、そして鍋、はい、今回はこれらを使って料理をしていきたいと思います。まずはこのお米を鍋に移していきます。スマホで調べたところ1合っていうのは 200ml らしいんです。で一応これあのメモリここについてるので、これで、2合分の 400ml をこの鍋に移していきたいと思います。で次にこのご飯に、まあ、お水を入れていくんですけど、あのこれまたネットで、無洗米1合に対して 200cc で美味しいご飯が炊けましたと。なので米2合に対して水 400cc を入れると美味しいご飯が炊けるということで、じゃあ今から 400cc を入れていきたいと思います。スマホ便利。で今、お米を水につけたので、じゃあここから浸します。じゃあ今お米が水に浸るまでちょっと時間がありますので、なんで今回この、料理を作ろうかって思ったその経緯をですね、ちょっとじゃあの紹介というか、まあシェアをさせていただきます。そもそも僕は今物販ビジネスから教育ビジネスにこう移行していく時期なんですけど、教育ビジネスをあのめちゃくちゃ勉強しております。はい、で今一番お世話になっている、まあ、僕のメンターであるケンジさんという人がいるんですけども、その昨日の夜にケンジさんがそのプログラムでやっている音声収録に僕もちょっと参加をさせていただきました。でその中でバター醤油ライスなのか醤油バターライスなのかちょっと順番が分かんないんですけどその醤油バターライスをあのケンジさんがあの美味しいよっていう、そこでパッと聞いたんです。で僕その知らなかったんです、あのバター醤油ライスを。でこの動画を見てるあなたはバター醤油ライスって聞いて、あああれね、知ってる知ってるっていうふうに思うと思うんですけど、あの僕と、まあ、僕この動画撮影してるのが28歳なんですけど、28歳よりも下の人、28歳だったり25歳20歳よりも下の人っていうのはそのバター醤油ライスっていうのはあんまりこう知らないんじゃないかなという、もしくはその僕が単純に無知なだけかと思うんですけど、僕はその音声収録でケンジさんがバター醤油ライス美味しいよって、紹介いただいた時に僕は知らなかったんです。もう僕も食べてみたいなっていうふうに思ったんです。せっかくこう食べて美味しいと思うなら、こうバター醤油ライスを知らない人も結構多いんじゃないかなというふうに思ったりもしたので、今回動画でちょっとバター醤油ライスの美味しさと、あと先ほどお見せしましたけど、その食材だったり調理器具の少なさっていうのがすごいミニマリズムだなと思ったので、今回ちょっと動画にしてあなたにシェアさせていただこうと思った次第でございます。はい、ということで、まあ、時間が経って、お米もいい感じで白くふっくらしてきたので、じゃあ今から炊いていきます。
で炊き方なんですけど、マカロニさんっていうサイトで、あの無洗米を鍋で美味しく炊く方法っていうのが載っていたので、それをちょっと参考にさせていただいております。最初は強火です。あ、いいですね、いいですね、沸騰してきました。じゃあ沸騰しましたので、火を弱火に変えます。うん、こんな感じで、はい、でこれで弱火で10分炊きます。はい、じゃあ10分経ちましたので完全に電源を切って、あとは蒸らします。はい、じゃああれからまた10分経ちましたので、じゃあ開けていきましょう。開けます、せーの、おお、おこげできました。やった、おこげできました。はい、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。じゃあお皿に移していきたいと思います。こんな感じで移しまし、で今これご飯があって、そのご飯にこのバターを、はい、こんな感じでこのバターをこんな感じで乗せました。で、いい感じ溶けてますね、ここら辺。今回ご飯がパラパラしてます。ふっくらしっとりというかはパラパラしてます。あ、いいっすね、このバターの甘さと、あとご飯のそのおこげの香ばしい部分の匂いがしているので、あ、いい匂いっすねこれ。結構しっかりお米がバターコーティングできたと思いますんで、この上にじゃあ醤油を入れていきます。プルプルプル、どれぐらいの量がいいんでしょうね。まあ初めはちょっと少なめでいきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでできましたので、じゃあこれで醤油バターご飯、醤油バターライス、バター醤油ご飯が完成しましたので、じゃあ早速いただきたいと思います。結構この動画地味ですけど、絵的に結構究極のミニマリズムご飯というかズボラ飯だと思いますんで、はい、じゃあいただきます。うん、ちょっと醤油が足りなかったです。うまい。バターとご飯だけだとただ単純に甘ったるいっていう感じなんですよ。なんですけど、この醤油をかけることによって味がキュッとこう締まるっていう、いやこれ美味しいですね。この噛めば噛むほど甘さが増して美味しくなるっていう、うわこれいいですね。なんかもう食欲が、食べながらなんかお腹が空いてくる感じがするんですけど、うん、いやめちゃくちゃ美味しいですね。でもちょっと味が単調なのでキムチを挟みたいと思います。キムチ食べーの、美味しかった。ということでごちそうさまでした。いやもうほんとご飯とバター、あと鍋、醤油、これだけであれだけこう美味しいご飯が作れるの知らなかったです。はい、なんか今までの人生ちょっと損してた気がします。はい、なのでまあこれからはお腹が空いたな、小腹が空いたなって思ったら、ちょっとあれをおやつ代わりに作っていこうと思います。はい、ということで今回でもちょっとでも面白かった、さっきのバターですか、バターがちょっと多かったですか。まあ僕もこう撮ってる時に、バターちょっと多すぎたかなと思ったりとか、このバターを添えてる時に、このあなたから、いやちょっとそれは多すぎるとか、コレステロールとか、心配みたいな感じでこう、コメント、意見が来るかなと思ったので、ちょっとまあここで、ちょっとお話をさせていただくというか、まあシェアをさせていただくんですけども、コレステロール値を下げなきゃいけないっていうふうに思ってたりとか、コレステロールはそんな取っちゃいけないっていう、コレステロールはこう低くなきゃいけない。まあもしくはそのコレステロールを取っちゃうと心臓病になりやすかったりとか、まあそういうふうにこう、思われてるっていうか、まあそういうふうに僕も大人たちだったり、お医者さんだったり、いろいろ言われてきました。なんですけども、ここ最近ですね、まあ、先ほどからお伝えしているように、ケンジさんっていう僕の教育ビジネスのメンターがいるんですけども、その人がそのプログラムの一環で、自然治癒クラブっていうのをやってるんです。
医者がこうカリカリと勉強するレベルの知識を、まあ、こうバンバンシェアしてる、めちゃくちゃ難しい、僕がパッと見たら難しいなっていうふうに思っちゃったんですけど、学術レベルで本当に正しい自然治癒方法っていうのを、まあ、シェアしているわけなんですけど、そうコレステロール値を下げなきゃいけないっていうのは、まあ、一種の社会洗脳だっていうことを言ってるわけです。簡単に言うと、その製薬会社が薬を売りたいからコレステロール値は下げなきゃダメだよっていう洗脳をしてるっていうことなんですね。そう、じゃあコレステロール値が低い状態だとどういうなんか悪いことっていうのが起きちゃうのかっていうと、コレステロールっていうのはその細胞を作ったりホルモンを作るための栄養素になるそうなので、体の中にコレステロールがないと細胞も作れないしホルモンも作れないから、まあ例えばこの髪の毛を作る細胞が減って、まあ、剥げやすくなったりとか、お肌の細胞もそんな頻繁に作れなくなってどんどんなんか不健康になっちゃったりとか、あとはそのホルモンの分泌ができなくなっちゃうんで、こうロマンチックの時になんかこう満足いかない夜になっちゃったりとか、まあそういう風になっちゃうらしいんです。なのでコレステロール値を下げなきゃいけないっていうのはまあ嘘で、本当はもっとたくさんコレステロールを取らなきゃいけないと言われてるそうです。そう、でも本当にこう僕はもうこれからの人生あなたと一緒にどんどん身軽になっていきたいので、わからないなりにもどんどんちょっとシェアさせていただきますので、まあ、もし今回の動画ちょっとでも面白かったです、参考になりましたでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。ということで今回はバター醤油ライスを作ったっていうのと、まあ、実はコレステロールたくさん取っていいんだよっていうお話でした。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。